俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、こちらのイベントの方の期間限定ですね。期間限定にあります。こちらの方ですね。まあ、チームで200点以上のダメージを与えるとか、まあ、そういうね、ダメージミッションがあるじゃないですか。まあ、これを使って、ニセマラをすることができますね。無限に無料でガチャを回すことができると言ったらしい。今回はしていこうかなというふうに思います。それではやっていく。で、まずちょっとした解説ね、していきます。ちょっとね、新規アカウントを作ってくる前に、ちょっとした解説の方をしていこうかなと思います。今回の、まあ、ニセマラはですね、二つあります。一つ目はですね、まあ、この、普通にダメージ数ですね、1500ダメージと3000ダメージ。そして二つ目は、この、中量ボーナスですね。こちらの、まあ、1000回復と3000回復です。まあ、その間でもらえるこの、謎のですね、限定精鋭パックあるじゃないですか。まあ、こちらの方からも、たまにその、永遠の消防隊の限定の課金ガチャですね、まあ、出てくるんですけれども、まあ、基本的には、この、金枠のガチャの方、これを狙っていくといった感じになってます。はい。で、中量の方もしていいんですけれど、まあ、基本は、このですね、まあ、キルボーナスのこの1500点のこちらを狙っていくと、1500点のみで大丈夫です、皆さん。なんでかっていうと、いや、どうせやったら3000まで行けばいいんじゃないと思いますけれど、まあ、3000まで行ったら結構時間も使えますし、まあ、プラスしてですね、まあ、言うて、1個回してぐるぐる回してっていう形でやっていっても、まあ、時間的には変わりません。はい。なんでこれを回しつつ、まあ、もしもその、こちらの方で、まあ、金枠のアイテムが出たのであれば、3000点の方と、中ボーナスの方も回していくという風にすればいいと思います。とりあえずですね、どういう風に、手順の方を回していくかっていうのを解説していこうかなという風に思います。とりあえず設定の方入って、設定の方からですね、新規のアカウントの方を作ってまいりますね。はい。はい、というわけで、キャラクターの方を作ってまいりました。こちらのキャラの方で、まあ、やっていくわけなんですけれども、自分のサブ端末を皆さん持たれている方は、サブ端末で本端末に入っておきましょう。で、本端末で入って、ルームを作ります。そうやって作ったルームに、こうやってですね、作ったステアカウントを入れていくんですよ。まあ、ルームの方を検索していきますね。はい。で、ここでパスワードを打って、入って、ていきます。はい。で、入ってまいりました。で、今回ね、これ、ルーム設定がありまして、まあ、いつもね、これ、ニセマラでルームできる、ルームできるニセマラの時は、まあ、大抵同じ設定になるんですけれど、僕保存してまして、まず、アンチ迅速ですね。アンチが早い。で、爆撃なしの補給頻度が2倍ですね。まあ、これはま、ちょっと弾がなくなった時とかに使っていくといった感じですね。はい。で、ボット補充の、ね、乗り物衝突のダメージは 0% で OK ですね。削れる量。普通に引き殺した方が早いんで、はい。車両はセランスキンのみです。まあ、本アカウントに、セランスキンの方を持たれている方はこういう風にしていいと思います。あとでそのまあ鍵を渡すといった感じですね。でまあ武器の設定とかも適当でいいですけれど、僕はまあ青グリーン固定してますね。はい、まあ早いですから手っ取り早いんで青グリーンしてます。でルームは200人ルームで始めていくといった感じです。まあこの設定でですね、初手まあガソスターとかあとジョージとかですね、まあそこら辺に降りてまあ回していくといった感じです。あとこれルームのですね人数の設定をですね、今回はクインテッドにして違うチームに入りましょう。なんでかっていうとまあクインテッドにした方がまあボットがダウン入りやすいじゃないですか。ダウン状態でそのままダウン状態の敵をさらに殴り続ければ、まあ、その殴った分もダメージとして換算されますので、まあ、そのクインテッドのルームでやっていくといった感じです。はい。これで早速ルームの方をスタートさせていきますね。はい。で、こうやってルームを始めてすぐ自分のキャラクターですね。メインキャラクターから鍵をもらいましょう。はい。で、このままですね。まあ、今回ちょっとコールが悪いんであれなんですが、大体まあ、麦畑か、ジョージか、このトレインの左側の街ですね。この辺にまあ、ボット湧きやすいので、まあ、その辺に降りていくと、まあ、今回ちょっとコール悪いんで、トレインの左側の街に降りてきましょう。本当やったらですね、ジョージのところか、まあ、ジョージかガソスターですね。まあ、ここら辺が一番いいんですよ。特にガソスターがいいですかね。ガソスター初手降りて、まあ、車拾ってから、即ガソリン入れてそのまま走り回るみたいなのが一番効率がいいのかなと、いう風に思いますね。はい。今回ちょっと効率の悪い方法になって申し訳ないんですが、いい方法だとかなり早く回すことができます。はい。でアンチ迅速に今回なっておりますので、アンチ迅速モードやったらボットがですね降りてすぐ湧くんですよね。まあ、ちょっと今回地形が悪いんですぐ湧くかはわからないですけれど、まあ、ジョージとかあと麦畑に降りた時はですねめちゃくちゃすぐ湧きますんで、そうやってまあアンチ設定とかもまあ活かしながらやっていくといいと思います。はい。初手降りてまあ速攻弾拾ってやっていきましょう。結構弾ね、マジですぐ足りなくなるんで、まあ、そこら辺は注意が必要ですね。はい。こんな感じですぐ出てきますんで、これを倒しつつやっていくと。はい。で、ダウンも入りますんで、ダウン入った敵を速攻自分で撃って倒してみましょう。はい。これでダメージ数を稼いでいきます。はい。まあ、その、1キャラですね。まあ、150ダメージ。まあ、200は入らないんですよね。まあ、そのダウンさせた後、すぐそのね、削り切れるわけではないんで、まあ、マックス200まで入れることってのは少ないと思いますから、まあ大体10体ぐらいですかね。10キル、11キルぐらいしたら、まあ抜けていいと思います。はい。きちんと撃って10キル、11キルできたのであれば、それで OK です。目安はそれぐらいですね。まあ、本当はこれね、車でブンブンできたら早いですけどね。はい。こうやって湧きますんで、倒していくと。
はい、OK です。そう、車で回したらもっとね、全然早い効率で回すことができるんですよ。まあ、この辺も、まあ、そこそこボットはきますが、まあ、10キロまで行くかなっていう微妙なところですよね。はい。OK です。こうやって。続々と湧きますんで、倒していくと。うん、まあ、ひどいっすね。OK です。これで11キリですね。取ることができましたので、これで完了です。だいたい7分ぐらいですからね、かかりました。まあ、最後は一応自害しときましょう。はい。抜けてもいいんですけれどね。まあ、抜けてカウントされない時がありますんで、一応まあ自害しときましょう。はい。まあ、どっちにしろあんま変わらないですからね。はい。あ、ちなみにこれね、チームメンバーが生き残っていた時は、カウントされない場合が結構多いですので、はい。まあ、なるべくソロになるようにやっていきましょう。はい。はい。で、これで一回ルームの方を抜けます。で、抜けてですね、こちら開きますと、ダメージ量のミッションですね。クリアできてます。あ、今ので2000ダメージいったんで、ワンチャン3000ダメージも狙えましたね。なんですけれど、まあ、わざわざですね、3000ダメージまで狙う必要はないのかなと思います。敵を使う時間は変わりませんので、まあ、あれやったら2回回すために使う時間と、その1回回すために使う時間をかける2にしたのって、あんま変わらないんですよね。はい。特にジョージとか置いたら、マジで3分とか4分とかで、それぐらいの時間経たずに1回の作業終わりますから、だったらまあ変わらんすもんね。はい。で、これでまあ、回していくと。これからも一応ね、なんか課金ガチャ出るらしいですね。で、ここで回せば一応まあ、アイテムが出ると。いった感じになってますね。はい。今回仲間出ましたね。はい。仲間でも言って1%ですから、そんなまあ珍しくはないっていうのが本音ですね。はい。で、こうやって回したことによって、まあ一応、ルームですけれど、こちらのね、あのミッションの経験値は稼ぐことできますので、レベル2になります。まあレベル2になったアカウントとかも取っておけばですね、また違うコラボイベントとかで使うこともできますんで、よろしかったら取っておいてですね、ワンチャン活用していくっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。で、今経験値、まあ左下で見る感じこんな感じなんで、まあ次違うイベントでこのキャラクターを使うときは武器ボーダスでレベル3からスタートですから、レベル1からスタートするのとレベル3からスタートするの、レベル5までレベルが必要な時っていうのはまあ断然違いますからね。はい。特に今とかレベル5大事じゃないですか。この荒野エースの報酬とかももらえますし、大事ですので、まあその辺考えながらしていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。で、もしも今回ね、まあガチャ今回したじゃないですか。回したガチャで金枠が出た場合っていう時はですね、まあ、まず、まあ、こちらのダメージミッションですね、ダメージ3000まで狙うべきかなというふうに思います。3000までやりつつですね、中ボーナスこちらあるじゃないですか。中ボーナスの方もまあ狙っていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。で、今回その中ボーナスを稼ぐ方法ですね、まあ、こちらもまあ追加で、まあ、皆さんにお話ししていこうかなと思います。まあでも中ボーナスはやっぱ遅いんで、まあ正直やる意味があるのかって言ったら普段はないと思います。4回引けるじゃんって思う方いらっしゃるかもしれませんけれど、まあこれ頑張って4回引く時間ね、結構かかると思うんですよ。多分2000、3000使うと思いますんで、2000、3000がっつりね、時間使うぐらいだったら、まあ、さっきの方法でぐる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 回した方が効率がいいですので、まあ、あくまで被らせたい時ですね。1個目で金枠が出た時にワンチャン被らせるために2000目、3000目をしていくっていう、そういうね、選択肢取ればいいんじゃないかなと思います。じゃ早速その稼ぐ方法なんですけれども、まあ、同じくまず、ルームですね。こちらでやっていくんですよ。はい。こちら、ルームの方ですね。はい。で参ります。先ほどと同じように自分の本端末で本アカウントで作ったルームですね。これに入ります。で、こう入ってまあチーム設定とかまあ動画でいいですね。今回はするのは違いますんで、まあできればまあでもシングルの方がまあ分かりやすいのかもしれないですね。はい。シングルでまあそのままさっきとですね同じルーム設定で始めていきましょう。試合の方開始していきます。で、結構ここの方法ね、いろんな方法がまああると思うんですけれど、まあ今回そのルームを自分で開いているじゃないですか。まあ、複数端末あるわけですよ。はい。複数端末ない方であればあれが一番いいんですよね。あの魚湧くじゃないですか。嵐の半島ね、魚が湧きますんで、まあそれをですね、まあ自分で撃って回復していくと、その窒息ダメージを受けながらそれを撃って回復していくっていうのがまあ結構いい方法なんじゃないかなと、いうふうに思います。で、今回はまあ複数端末ありますんで、複数端末でする時の方法ですね。それをやっていきましょう。はい。まあ今回はですね、まあアイテムの多いような場所にこうやって降りていくんですよね。アイテムの多い地域にこうやって降りていって、で、自分のサブ端末もね、同じような場所に降りていきます。そうやって降りてから、こうやってアイテムを拾っていくじゃないですか。まあ、最低限こうやって、まあ、本端末でアイテムの方を拾って、行きつつ、こうやって回復拾ったら自分でですね、まあ、サブ端末のキャラクター、サブ端末に入っている本アカウントのキャラクターにアイテムの方を渡していって、まあ、ダメージを入れてもらうと。こんな感じで、まあ、ダメージを入れてもらって、そのダメージで回復していく。この方法がいいと思いますね。まあ、常に行動を共にしていって、こうやってダメージ調整をしていく。それでいいと思います。
はい。で、プラスですね。まあ、もうなんかね、そういう、タブ端末もねえよ、みたいな。うん。そんなもう、全然、うちはもう貧乏なんで、ありませんと言った方にですね、まあ、そういった方がどうやって回していくのか、ダメージ数稼いだりとか、まあ、回復量を稼ぐ方法ですね。これを話していこうかなと思います。まず、デュオにしましょう。デュオが、まあ一番、ボット部屋になりやすいんで、デュオで回していきます。デュオの、まあ、激戦でもね、嵐でもいいんですけれど、ダメージ数稼ぎたいんだったら激戦。まあ、回復していきたいんだったら嵐ですかね。はい。で、プラス、まあ、マッチングでメンバー補充をチェック外して、ソロモードでしていきます。で、これで嵐の方入っていきましょう。今回はちょっと回復の方の話をしていきたいので、嵐を選択していきます。今、レートが低いんで、まあ、人も入ってる人数少ないですから、これで回していきます。はい。で、もうこうやって航路が始まった瞬間、なるべく降りていきます。なるべくその、時間を短縮したいからですね。はい。まあ、僕、通常の時も、こうやってね、すぐ降りるんですよ。時間短縮したいんで、もうすぐ動きたいからですね。はい。で、できれば、まあ、太陽光とか、まあ、開けている場所、ボットを探しやすいような、まあ、街が一番いいですね。太陽光とか、ロケットとか、そこら辺がいいと思います。まあ、ボットを探しやすい、なおかつ、アイテムの多い場所が一番適当なのかな、というふうに思いますね。はい。で、降りて普通に、まあ、あとはアイテムの方を拾っていくといった感じです。で、回復とかも拾っていきます。アイテムを漁るときはもうね、回復を限界まで持ちましょう。どうせまあ、弾はね、後でボット倒せばいいですので、弾とかの心配はせず、もう限界まで回復をですね、拾っていくようにしていきます。で、ボットがね、湧くようになったら、やることをね、書いていきます。OK!湧きましたね。じゃあ、ボットのところにちょっとね、とりあえず、車で走っていきましょう。ここでね、湧くまではもうね、全力でね、アイテム漁り、それのみですね。で、ボットの近くに行くんですよ。はい。売ってますね、ボットが。まあ、ボットのアイテムとかもついでに拾っときましょう。正面ボットそこいましたね。これボットさんがね、大事になってくるわけですよ。はい、じゃあ、銃売ってますね。ボットさんにこうやって削ってもらうんですよね、ダメージを。あ、削ってもうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。OK です。で、このボットがですね、僕らのことを倒すことができないんですよね。ギリギリで体力が残りますんで、こうやってボットをですね、使うことで、全力でこのダメージを入れてもらうと。ほら、頑張って、ダメージ入れてもらってます。はい。僕はこうやって無敵ですよ。はい。で、これで手持ちの回復を全部消費しきるんですよね。はい。これがね、すごいね、効率がいいです。はい。持ってるアイテムをこれ全部使って、回復をしていくと。包帯とかもね、全部ね、無駄なく使うことができますんで、すごくいいと思いますね。はい。なかなかこういう回復系ミッションはですね、包帯をきちんと使うことが難しかったりするんですけれど、まあ、そんな中で、包帯とかもきちんとね、使うことができますんで、いい感じです。もうちょっと削ってほしい。いやー、違うんだよ。もうちょっと。で、こうやって逃げるようになるんですよね。ある程度、自分のことを倒せなくなったら。なんだ、逃げるようになったらもう普通にね、殺してしまえばいいですね。はい。使えないボットは、倒していく。大正義です。ボットとかもね、倒したら回復とか持ってますんで、ね、補給物資としてもボットを使っていくと、そんな感じです。で、結構な、今、これデュオのルームなんで、デュオだとですね、結構レート上がってもね、ボット部屋なんですよ。はい。かなりレートが上がってもボット部屋であることが多いですので、まあ、その仕様とかも皆さんね、活かしながらやっていきましょう。で、最後の方になったらボットも少なくなってきますんで、まあ、こうやってアンチとかも使いつつ、うまくですね、ダメージを受けていって、回復量を稼いでいきましょう。はい。まあ、アンチだったりとか、あと、車でですね、走るじゃないですか。車で走って、飛び降りた時のですね、ダメージとかも活かしながらやっていきましょう。はい。最後の方のボットに関しては、自分のことを殺してくる時があるんで、こうやってね、ちょいちょいこの車線を切りながらダメージの管理をしていく。こういった風にしていくといいと思います。はい。はい、というわけで、一戦の中で限界まで回復の方ですね。一端末でやる方で入れていきました。はい。まあ、これで、どうなるかといった感じですね。はい。どれぐらい回復できるかって言われると、今回は1300ですね、回復できました。まあもうちょっと詰めていけば1500以上は回復できると思いますんで、まあ、大体ね、1端末でも2000でですね、まあクリアすることがこちらの方も可能というわけです。まあこれもしよったらですね、なんだかんだダメージ数も稼げますんで、こうやってダメージの方のミッションもクリアできるというわけですね。はい。まあこんな感じでやっていけばガチャの方を回せますんで、皆さんよかったら試されてみてはいかがでしょうかといった感じですね。まあ複雑な気分だな、これね。まあこれ出ても、まあこんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。Twitter やってます。フォローバしろと言われたらフォローバしますので、よろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの方もやってますんで、ミルダムの方では全てのギサマラライブやっておりますので、ギサマラの恩恵得たいなという人はそちら来てください。よろしくお願いします。またですね、YouTube コミュニティ欄とミルダムの方で無料クラウンド5作成企画の方やってますんで、そちらの方も欲しいなという人はチェックしてきてください。よろしくです。LINE の方で動画の通知や最新情報の方もお届けしておりますので、そちらもよろしくです。サブチャンネルでもぼちぼち料理動画出してますんで、よかったらそちらもご視聴していただけると嬉しいです。そんな感じです。それでは。